お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちら1コス4枚シリーズこやこや編というわけでやっていきたいなと思います。久々にね、1コス4枚の、やつをやっていくんですが、こやをね今日やっていきます。いつもこう高回転で枯渇だったり、高回転でバルーンだったり、いろんなね、今まで1コス4枚シリーズやってきたんですけど、ちょっと今ゴブ小屋がね、個人的に熱い、激熱と思ってるので、なんかゴブ小屋だけはね高回転で打ってもなんかそんな強くねえなと思ったんですよ。どんだけゴブ小屋置いてもなんかあんまね攻めきれなそうだったので、ちょっとババ小屋ね今環境でマジでいないんですけど、引っ張ってきて、ゴブ小屋とババ小屋置いとけば頑張れるんじゃねっていうね。で、あとはゴブ小屋と相性のいいマザネクですね。はい。小屋から生まれたユニットだったり、そのね、ババだったり、ヤリゴブに混じって、豚もね、はい、相手に送ってやるよと。小屋みたいなもんですよね。マザネクもと。というわけで、マザネクも入れました。で、ファイボーかウッドかすごい悩んだんですけど、どっちか欲しいなと思ったんですよ。スペルが1個はないと、なんかダメージ相手に与えれなかったりとか、いろいろあるんで、そう、1個はね、スペルが欲しいなって思ったんですけど、それ何にしようかなってめっちゃ悩んで、ファイボにしました。なんか後衛の、やっぱウィザードとか、スケドラとか何でもいいんですけど、後衛来た時に辛いなと思ったので、ファイボ採用ですね。ウッドでもよかったんですけど、そこはどっちもあんま変わんないみたいな気がしてます。さあ、そして今回エレジェイですね。エレジェイ最近バカ強いんですよね、マジで本当に。で、エレジェイは矢の目だ、イモられたら僕がダメージ通らなくなるんですよね。僕はイモるだけなんですけど、ちょっとダメージなかなか通らなくなってくるので、あんまりこう大ダメージを序盤の間に受けたくないですね、僕としては。さあ、ミニペリキスパーキーか。でもベビドラだったよな、あれ。ちょっとわかんないですね。で、ゴブ小屋、ライトニングで壊されるの嫌なんですよね。なんか、ババ小屋ライト打たれるのは、なんかわかるじゃないですか。待って。俺のこのなんか、受けが少ねえの分かってんのかな。すげえこの、単体で、めっちゃ攻めてきますね。これ、ダクブリ受けねえんだって。待って。痛すぎる。待って。っていうね、別に強いデッキではないので、皆さんに使うことをお勧めするわけではないです。はい。使ってこのデッキクソ弱えやんかって、怒られるのは嫌なので、使わないでくださいね。先に言ってきます。さあ。いや、このライト削りですね。で、なんなら、マジでイモられたら負ける気配がするんですけど、後半から僕のね、この小屋が生きてきます。そしてマザネクドーも生きてくるので、相手はライトニングを小屋ばっかに打ってると、気づけばね、豚ババヤリゴブまみれに陥りますからね。さあ、というわけで、できるだけね、時間を稼ぎます。時間を稼いで、ママとかも行ってね、耐えます。一生耐えてると、気づけばね、僕の、なんか、あれっていう。あれなんかラットめっちゃ強い形できてねみたいな状況になります。いや、このヤリゴブ、笑えないぐらい最近強いですからね。よし。っていうような感じで、回転も早いので、できるだけ小屋をね、どんどん置いていきましょう。そしたら相手がね、あれなんか、きつくねっていうね、状況になっていきます。で、ヒールスピリットを使うとこマジでないんですけど、適当に使えそうだったら使っていきましょう。出しておくだけですね。さあ、で、ここはもうママを延命してあげてね。延命っていう概念はないですけどね。端前にいっぱい1コス出しておけば勝手に延命になるんで。さあ、で、これはもう受けていきます。よし。っていう感じでさ、柳雨打ちました。相手は柳雨を打ってもめちゃくちゃ残ってます。そして気づけば相手のタワーが400。マジか、俺もびっくりしてるからな。これで勝てる。いや、マジで。でもこれ結構小屋が強いというか、マザネクが強いは若干あるんでね。そう、マザネクによってこの豚がやっぱターゲットを取ってくれるので、小屋から生まれたらババだったりヤリゴブだったりが生きてきたりとかがあるんですよね。マザネク OP ですね。よし。いや、なんかね、昨日の動画のコメントでかな、ラット小屋使ってる時が一番生き生きしてんなっていうコメントあったんですけど、言われていればもしかしたらね、そうなのかもしれないっていう思いがあって、めっちゃ楽しいっすね小屋。ちょっとね、あんまおすすめはしないんですけど、
1はちょっと使ってみてください。まあ、ウィザードとかネクロがちょっと大変なんですけど、それはやっぱ5だけだと倒せないんですよね。相手の遠距離ユニット、基本的にはマスケもエレキも、まあ、マジャーチャとかマザニックホバー倒せますけど、基本的にはね、相手の遠距離ユニットはやっぱ5音もう一発欲しいんですよ。まあ、そういうのは、ヤリゴブリンだったり、まあ、エリスピの感電は死なねえか。まあ、ヤリゴブの一発と、5で倒すとか、まあ、そんな感じでね、小屋も積極的に5でやっつけていけたら、小屋も刺されがいいんじゃないかなとは思いますね。さあ、何がきついんで、何に勝てるのかわかんないですかね、このデッキ。さあ、来た、よろしく。ビクトード、よろしく。これ、どこの国だったっけ？ブラジル？ブラジルのプロ、元プロとかじゃないですか。よろしく。なんでグッドゲームな？よろしく。さあ、いや、わかんない。全然違う人かもしれないですね。いや、小屋で勝てたら、偽物か。さあさあさあ、インドラということは、まあ、ラバとかが思いつきますが、このヤリゴブ延命してあげます。ヤリゴブを延命、暇なんでね、僕は暇なんでね。さあ、でできるだけこういう小屋を残していきたいよな。で、回転が早いんでね、回転だけが取り柄です、このデッキで。ドラドラだと、まあ、ラバっぽいですよね。ドラドラ、インドラスケルトン部隊の、ラバ掘りとかも最近いるんですけど、ボーラーか。あー、ドラドラのバルーンか、ドラドラのスケラですね。まあ、両方外れっすよね、ぶっちぎ。ボーラーがいるんでね。このボーラーが厄介っすよね。さあ、タギをね、取るのがしんどすぎる。よし、おー、フリーズ。さあ、後ろに一回下がって。いや、豚に、横に、いや、いい、いい、タギがいい、タギがいい。これさ、ちょっとチャンスだよな。ボーラが今いないサイクルなんですよ。だいたいフリーズも使ってるんですよね。多分僕のこの変なデッキに調子乗ってるんですよね。お前のデッキないやん、ああいうて。はいや、舐めたんかって感じの。多分そんな感じのね、攻め取るねとフリーズ、今、あ、防衛取るねとフリーズなんですよね。だから結構チャンスだと思ってるんですよね。で、逆サイのババも相手対応しないといけないから、おっきい、熱い熱い。ここで豚を作って、そこそこに熱いけどな。で、ランバーとか来んのかな。そこそこに熱いっすよね。ほらほら、おーおーおーおお、びっくりびっくりびっくり。めっちゃいる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 。で、最後にバルーンフリーズワンパン劇場があるんですよね。マジで。このグッドゲームはどっちのグッドゲームかがわかんないんですけど。なので、あとはこれ、この小屋ちょっと良くないかもしれない。ベビドラで倒される可能性があるんですよね、この小屋が。それだけ気をつけたいな。まあまあまあ、言うて、今ボーラーがいねえからチャンスっすね。あとはどれだけ小屋でイモれるかも結構大事になってくるな。さあ、ファイブ打っちゃうかな。打つ必要もねえか。うわ、いい。いい、ファイブや、たまたま。ちょっと回転入んでね。マジ、回転だけは取り柄。できるだけ延命してあげて。延命してあげて。おっ、あ、滝が。で、まあまあまあ。これはやりこぶいるしね。ファイブある。打っていきゃする。よしよしよし。いいね。いや、いい。耐えれる。耐えれる、耐えれる。マジで、小屋だけで耐えれる説があるな。で、ゴブ小屋置いとくか悩むな。置いといていいかな。ババ小屋置いても、さっきみたいにボーラーでね、ボコボコにされるんですよ。で、もしバルーン来ても、小屋で耐えます。お、相手諦めた。いや、でっかっちゃった。いや、これに勝てるのはやばくないですか。小屋だけっすよ、僕。ね、槍とババと豚だけで勝ったんですよ。さっきから。そう考えるとやばいっすよね。いや、でけえ。ちょっと1コス4枚シリーズ、久々にやってるんですけど、ばっかおもろいっすね。で、何やろうかなと思ったんですけど、小屋しか思いつかなかったんですよ。まあ、なので、ちょっと1コス4枚、今まで結構でもやってきたんですよ。で、やってほしいのあれば、よければコメントください。まあ、もう限られますけどね、1コス4枚。ペッカとかもやりましたし、ね、もう高回転メガナイトとか、まあ、セットでもいいんですよ。高回転、ラバエリジェイとかね、無限ラバエリジェイで攻めまくるみたいな。弱そうっちゃ弱そうだけどな。まあ、みたいなんでもいいんですけど、よろしく。まあ、今回はね、最強小屋置きまくるゲーミングですね。というわけで、どうしようかな。スケか。クエイクホグだったら多分泣きたいですね。まあ、クロス、ホグ、いろいろあったんですけど、雪玉？あ、スケコウモリ雪玉は、僕がこの前動画で紹介したメガナイトエリババ、だと思うんですよ。のウォールブレイカー、メガナイトウォールブレイカーのディガーがない方だと思う。違う。全然違う。キョスケか。
ノスケコムリキだったらまあ全然もう環境ガン虫キョスケバルーンとかじゃないですかぐらいしか思いつかないけどな、今こんなデッキいないから。多分環境ガン虫キョスケバルーンですね。いやマジでそうだな、すげえな、もう見てる世界が違いすぎる。でこれ小屋置いて、ちょっとね小屋置いて耐えて、いやママの延命がいい、ママの延命がいい。てかママ延命しないとこれ守れないですからね。なんならママ延命してこれですからね。うわマジか、キョスケバルーンか。でも相手ユキだけなんすよ。でディガーがあったか、まあディガーがあったからちょっとだるいけど、ユキだけっちゃユキだけなので中型スペルがないんでね、小屋ゲーがもしかしたらできるかもしれない。どうなんだろうな、うん。さあ耐えれるか、気合いですね。1個上のゴブ小屋だとバルーンコウモリでルート強制されない限りですね、バルーンをルート強制からのルート強制されない限りは釣れるんですけど、あ釣れされますね、やっぱルート強制。さすがにさすがにルート強制したいお年頃っすよね、それ。うわーめっちゃいいファイボ、待って、え待って、うま、俺ちょっと待って、ちょっと待って、初めてこんなこと初めてした、マジ。キング起動できた、えキング起動世界変わるっすね、本当に世界変わる。え何今の、人生で初めてしたっすよ今の。一番俺がびっくりしてる、多分みんなも驚いてるけどね、俺の方が驚いてるね。さあでもう耐えるしかないんですよね、もう耐えるので限界なんですよね。いや耐えれねえんだよな、しかもそれがなかなか。うわだってキョスケが、キョスケがやべ、よし、いや耐えてる、耐えてはいる、耐えてはいるけど耐えてるだけ。いやマジか、いやこれきちいななんかキョスケに負けるっていうちょっと新しいっすよね。これさ、これでバルーンだけ先行させてあげて、雪玉なんでタギが変わることはないですよね。まあまあまあ耐えてはいるんですよね、でも耐えてるだけなんですよね。これでもワンチャン勝つとしたらやっぱ逆サイドに小屋を置いてこっちを無視させるんですよ。で相手のキョスケバルーンを僕が完璧に守って勝つしかないと思うんですよね。なのでこれをこっから勝ちます。で来るよな、延命してあげて LSP 感電、いやマジである、マジで、いやありそうなんだけどな、ゴブ小屋はいるでしょ。いや惜しいんですよね、これを繰り返してると気づけばこのカウンターだったりとかまあいろいろ事故ってね勝てるサイクルがあるんですよ。これコウモリ来ねえかな、いやコウモリ来たらマジで世界変わる、いやコウモリ来ねえんだな。一回守ります、一回守ってもうガチ延命、ガチ延命、ガチ延命。待って、キョスケが、キョスケが世界一きち、キョスケがきち。これ爆破入ってたら俺マジで殴る。わあ入ったし、ああマジかよ。キョスケの爆破届けさせて負けるなんてことある？キョスケに負けるってなんか新鮮すぎるな。というわけでちょっとこやこやこれ初負けたな。しかもキョスケに、キョスケ。キョスケがきつかったのかな、なんだろう、バルーン、バルーンでもキング移動できたよな、バルーンディガー高回転ちょっと難しいですね。なんか相手の形が環境ガン無視すぎて逆にきつかったまでありますね。ね、キョスケバルーンはまあわかる、わか、いやわかんねえないないいないいない、あんなデッキマジいないっすよ。普通のね、こんな小屋じゃなくて普通の小屋デッキなら多分余裕で勝てそうでしたね。というわけで次はアイスイズなので、まあクロススケラーあたりで、バルキリーもいるのでクロススケラーで、もしかしたらエレジアイもないことはないかなっていう感じかな。さあいっぱい候補ありますが何のデッキでしょうかあなたはっていう。さあメガゴだったらエレジアイの可能性が高いですね。結構エレジアイ説はありますね。なのでおいち、うわーマジかよ、これゴブ小屋、ババ小屋置いた瞬間ですもんね。いいいい攻めっすわ。じゃあまあここは一発か二発ぐらいちょっと入っちゃいますよね。なんだこの変なバルーン引いたっすね。なんかさっきから時代が違うなんかもう違う世界にいんのかな。
ね、こんなバルーンいないっすよ。アイスイズバルキリーメガゴランバーバルーン、うん、わあ変なデッキばっか引くんですけど、まあ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 切り替えてね、バルキリーなのがちょっとね違いますね。やっぱペッカーだとよくいるんですけど、ペッカーバルーンだとアイスイズバルキリーですからね。まあゴブ小屋持って逆サイのランバル警戒しとけば大丈夫だと思うんですよ。全然でバザネクもあって、だからこっから追いつけますね。大体この小屋がきつい。え、これヤンキーっすよ。もしフリーズが来たらそれはそれでヤンキーっすよ。来い、フリーズ誘う馬だる。ザップだけでもコスト使ったら単純にこのカウンターがきついと思うんだよな。アナイズ数でいけねえかで、マザネクになんか当ててくるような。うわマジか。あ、ヤリゴブがヒースピが飛んだ、熱い。ヒースピが飛んだらヤリゴブが、ヤリゴブもうちょっと頑張れ。いやでも頑張れるな。いや頑張れる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 。オッケーオッケー、いいね。カズの暴力で五分小屋さえあれば逆サイのバルーン釣れるんで真ん中にタワーを建てます。タワーを建てるだけ。これ相手逆サイランバルしたいね、したいよな。でここでタワーを建って延命してマザネクも置いて、そうするとカウンターのね最強の形ができます。でアナイズをね僕はねやりたいんですね。やり五分が一発でも殴ってくれればそれだけでやっつけられるんだけど、いや逆の方が入る。待って待って待って、で五分小屋だけ残しといて、五分小屋だけ残しといて、よしよし、ヒースピヒースピヒースピで世界変えろ。ヒースピで世界変えれそうだけど惜しい。さあまあババ小屋置いて、小屋置いとけば逆転できるな。オッケーオッケー、ここもう高めでいいんでね。いやーあれーメガゴずっと無双されちゃうからな。ちょっとマズネク出しちゃおう。でもしバルーン来ても五分小屋がある。相手今ちょっと狙ってる気がするんだけどな。ファイブ打たない方が良かったかな。まあ打っていいでしょ。打つぐらいね、5打つぐらいいいっすよね。これ小屋置いちゃおうかな。小屋ちょっと置いて、もしいや高えな。なんかもう警戒したいんですよね、ずっと警戒したくて。タワー積んで、タワー積んで、もう小屋でね耐えれます。小屋で耐えれるんで、これなんならさめっちゃいい5棒になると思ったらやばい。なんとも言えない5になったな。でこれちょっと怖いよな、タイミングが怖い。相手がね狙ってんすよね、いつか絶対ランバルのタイミング伺ってんすよ。だからそれだけ気をつけてね。よし、でこれ小屋があるんでね、僕は小屋置いてあげて、でこれババ小屋にも行くんすよねこの後。よしよしよし、で左側がやり、ナイスやりで、ファイブでもし落ちなくても右側がカウンターというわけで、まあ多分バルーン自体はねやっぱそこまできついわけではないんですよ。小屋がきついんですけど、さっきはね相手バルーンとディガーだったんですよね。そしてまあなんか小屋に強いのかな、キョスキが厄介だったので、もしかしたらキョスキがきついのかもしれない。そんな気がしましたね。よろしく。なので今の相手のデッキがペッカバルーンデッキのペッカがバルキリーになったんですね。まあそんな感じのデッキでしたね。いやこれロケ法だったらいろいろ考えられるんですけど、相手のデッキが、いやーよくね防衛が。ロケホーママか、新しいな、あんま見ない気がする。ロケホーママですね。いやーこれちょっとやだな、あんま舞台にならないで。うん、さあマザネクロケホー取るね。ちょっとわかんないですが、あーコカッちゃんか、コカッちゃん嫌ですね。で小屋後ろに置いたんですけど、ロケ飛んできたらマジで泣えるっすね。ロケがなかったら、あーロケないですね。トルネアイスイズもいる。いいねいいねいいね。いや全然あのマザネクがねすごい行きそうなんですよね僕は。それがねありがたいですね。とあと小屋が行きそうなんですよ。ロケットとかそういうのがないと一生小屋ゲーできるんでね僕は。いやーつやつやつで、ロケホか。あでもここのロケホ無双しますよね。でもロケホってやりこぶに対してのエイム悪いんですよこれ。本当に結構悪いんですよ。いや良すぎな相手のロケホのエイムがいいだけで、基本的にやりゴブがねロケット押し結構殴れるんですよね。だからオッケーオッケー、いやこんな感じでやっつけれるから別にオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。で LSP とかの方が良かったかな。いやでも完封できる。さあこれはね後半ですよ。後半相手でもねこのアイスイズロケホマザネクっていう遠距離3枚システムがねなかなかに厄介だな、なかなかに厄介。だから僕は神ファイブを決めないといけないですね。マザネクにファイブは絶対だけど、ロケット押しもいるからなーっていうので、ちょっと大変になってきそう。うん。さ
たまあ、これ5っていいと思うんだよね。で、相手のロケホちゃんですよね、問題は。スタイレスピぐらいで守れる。で、僕、ちょっともしかしたら、この逆サイで両サイドを攻める説があります。うん。まあ、ここは5打ってあげて、さすがに2体。いや、いい5を。で、逆サイのね、槍がいい感じに入ってます。バレない程度にね。さあ、バレない程度に削っていく。いや、これ、やべえな。遠距離多くね相手も俺と同じでどうやって削るみたいなデッキしてますね。さあ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 。いや、あそこになんかね、デリバリーみたいな落としてたらめっちゃいいんだけどな。さあさあさあ。あれ、5打っちゃうか。いや、打ったらダメだったかな、とか思いながらも打っちゃう。さあ。いや、ロケット押しもママも強いですね。で、僕は、まあ、一応逆をね、削れてはいるんで。さあ、ちょっと。いや、いらんかったか、これ。豚がめっちゃ増えそうだな。いや、マジか。マジかよ。遠距離が、遠距離が多い。いや、くっそ。すげえ泥仕合してんな、これ。マジで、マジで、過去一。ね、今までいろんな泥仕合僕多分動画でねこんなことしてるから出してきたことがあるんですけど、過去一晴れるぐらいのすんごい試合してるんですよね。アイスイズロケホーマサネクか。これバレてたな俺のデッキマジこの声にすげえ強そうなデッキうわ持ってきたな。うん、しかもびっくりエリバは来たっすね。やべ、殴られるな、殴られるな、殴られるな、LSP? 感電?いや、マジでワンチャンあるだもん。一回我慢。いや、ワンチャンありそうなんだよな。でも、時間が間に合わねえな。マジで、時間が間に合わねえ。これ、ロケホとか来ねえかな。いやー、マジで、マザネク、もう1メーター、射程伸びろ。マジで、届かねえんだよ。君じゃ届かねえんだよマジで。さあ、でロケホーが一生無双してんな。やばい、世界一やったらいけんことした。思って相手電波で落ちんなよ。そこでこんなんもう違うやんけこれは負けっすね。さすがに負けっすね。まあ、相手が電波で行かれたんで、まあまあというわけでね、まあ最後のはまあしょうがないっすね。遠距離ユニット僕対応せないので、まあしょうがないとして、途中のキョスケバルーンに負けたのはちょっと強かったですね。まあでも五分小屋のねちょっと強さが伝わったんじゃないでしょうか。今の環境五分小屋とまあマザニクめちゃくちゃ強いので、本当にこいつだけで勝てるんでね、というね、動画でした。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。